はい、皆さんこんにちは。ターバラチャンネルの鍋です。ターです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。今日はですね、視聴者さんの方からねご質問をいただいているんでね、そちらの方をねお答えしていきたいなというふうに思います。今現在ね、愛知県はですね、こんな感じでね、枝の方もだいぶ赤くなってきてね、休眠期が近いぞという感じに、ね、なってますね。つるバラに関してはね、12月中旬頃から剪定誘引作業の方を行うというね予定になっております。剪定作業なんですけどね、よくね枯れた枝だったりね、細い枝の方をね剪定しましょうっていうふうにねよく言われると思うんですけどね、ここでね視聴者さんからご質問いただいた内容ですけどね、細い枝っていうのはね一体どれぐらいが細いんだいっていうねご質問いただいたんで、今日はねそちらの方を詳しく説明していきたいなというふうに思います。はい、それではねこちらのさくらの方からね見ていきたいと思います。こちらねミニバラになりますね。もうねだいぶ葉っぱのもね紅葉して落葉しつつあるんでね、もうすぐ休眠期に入るかなという感じに、ね、なってますね。この桜はですね、お花の方が1センチぐらいのね小輪のお花を咲かせる、ミニバラになります。細い枝っていうのはですね、品種品種によってねその基準が違うんですけどね、まあ、その基準っていうのはお花の大きさによってね枝の太さは変わってきますね。でこちらの桜の場合だと、小輪のお花を咲かせると、1センチぐらいのね小輪のお花という感じなんでね、枝の太さ、その小輪のねお花を咲かせるに必要な枝の太さっていうのは、爪楊枝よりもね細い枝っていうのがね細い枝になりますね。今こんな感じでね見比べてみると、まあ、若干ねちょっと細いかなという感じですね。なんでねこの場合だと、こちらの枝ねは細い枝になるということですね。やはりねこの枝の先っぽの方っていうのはね細いですね。なんでね、強剪定、冬剪定の時に、まあ、約ね枝のね半分まで剪定しましょうっていうことでね、まあ高さでいうとこの辺かな、この辺まで切ると枝の太さっていうのはね、爪楊枝よりも太いんで、まあ、この辺りでね剪定するといいかなという感じに、ね、なりますね。なんで、小輪のねお花を咲かせるためにね必要な枝の太さっていうのは、爪楊枝よりも太い枝が必要という感じになります。はい、続きましてね川本バラ園のルシファーになりますね。こちらのね品種の方を見ていきたいと思います。こちらのねルシファーは、中輪のねお花を咲かせると、まあ6センチから8センチぐらいのねお花を咲かせるという感じのね品種になります。で中輪のお花を咲かせるためにね必要な枝の太さっていうのは、またこちらね、これはね割り箸ですね。割り箸の先っぽよりも細い枝っていうのは不要になってきますね。なんでまあこんな感じでね比べてみると若干枝の方がね細いかなと、いう感じだね。まあ枝の方ね下の方に行ってもらうと、まあ、だんだんね枝の方っていうのは太くなってくんで、まあ、この辺でね見てもらうと、まあ、同じぐらいかなと、ちょうどね、この辺りがね、まあ、全体のね半分ぐらいになるんでね、強剪定で、まあ、この辺りでね剪定していくといいかなというふうに思いますね。なんでね中輪のお花を咲かせる場合にね必要な枝の太さっていうのは、こちらの割り箸の先っぽよりも太い枝が必要になってくるんで、割り箸の先よりも細い枝っていうのは必要ないと、なんで剪定してくださいっていうことですね。まあ中輪のお花6センチからまあ8センチぐらいのお花を咲かせるために必要な枝の太さっていうのは、割り箸の先よりも太い枝が必要になってくるんで、割り箸の先よりも細い枝っていうのを剪定しましょうっていう話ですね。ではね次行ってみましょう。はい、それではね、こちらが最後になりますね。こちら、ハイブリッドティーローズのね、ピースになりますね。15センチぐらいのね、非常に大きい大きい大輪のね、お花を咲かせる品種になりますけどね。こちら、大輪のね、お花になるんで、大輪のね、お花を咲かせるときに必要な枝の太さっていうのはこちら。これ、鉛筆ですね。鉛筆よりも太い枝。まあ、鉛筆ぐらいの枝は必要と。いう感じですね。なんでこの鉛筆よりも細い枝っていうのは不要になってきます。まあ、見てもらうとね、こんな感じでね、これは細いね、やっぱりね。
やはりね、先の方っていうのはね、どうしても細くなってるんで、まあ半分ぐらいにね、切り詰めていくと、まあこの辺りかな、がちょうどね、同じぐらい、うん、まあ鉛筆のね、太さぐらいかなという感じになるんでね、こう全体で見てもらうと、やはりね、これぐらいの高さが、半分ぐらいかなという感じになるんでね、まあ強剪定の時ね、2分の1、まあ半分、切り詰めるという感じにね、なってくると思います。なんでね、大輪のお花を咲かせるときに必要な枝の太さっていうのは、鉛筆よりも太い枝。なんで、鉛筆よりも細い枝っていうのが細い枝になるんで、そちらの方は不要という感じになります。はい、細い枝についてね、今ターさんが説明してくれた通りですね。小輪のお花、中輪のお花、大輪のお花で枝の太さが違うと。お花のね、大きさによって細い枝の基準というのはね、変わってくると。いうことですね。これからね、この冬管理剪定の方がね、非常に忙しくなってくるんでね、今回ね、細い枝について説明しましたけどね、そちらの方をね、参考にしてもらってね、強剪定の方をバシ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 頑張ってね、やっていきたいなというふうに思います。冬管理頑張ってですね、来年の春バシッとね、咲かせていきたいなというふうにね、思います。12月ね、中旬から我が家もね、つるバラの剪定誘引の方行っていくんでね、また順次動画の方配信していきたいなというふうに思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた会いましょう。さよなら。さよなら。